ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年6月1日木曜日です。先ほど名人戦が終了しました。終わりました。そしてなんと藤井聡太竜王が史上最年少、そして七冠誕生でーす。これは将棋界にとって、まあ歴史を変える今日は一日になりました。先ほど終わったばっかりですけども、藤井聡太竜王対渡辺明名人の第5局が行われまして、藤井聡太竜王が、94手までで勝利し、4勝1敗となり、第81期名人戦7番勝負第5局の2日目を勝ちました。そしてなんと史上最年少の名人になりました。そして七冠の、史上最年少七冠も獲得しました。いやこれは将棋界とてもすっごい大きな出来事であり、また新しい歴史を塗り替えた一瞬でもありました。いや今日の名人戦はそうですね、最終的には94手で終わったわけですけども、なんとですね72手目ぐらいはですね、なんと渡辺明名人の方が AI では 61%、 藤井聡太竜王は 39% ぐらいで、渡辺名人、明名人に AI は振ってたんですね。それから 2,3 手すった時に、75手目の時ですね、いきなり藤井聡太竜王の方に 62%、 渡辺明名人の方に 38%、 ガラッと逆転しました。それからはずっと行き詰まる戦いになっておりましたが、藤井聡太竜王が徐々に徐々にじわじわじわと押していきました。でも渡辺明名人もいろんな手を繰り出して、迫ってきましたけど、その最終になって藤井聡太竜王は読み間違わない、そして早い、そして時間もですね、今回の時間も渡辺明名人よりも時間をですね、持っておりましたので、最後の方はですね、もう藤井聡太竜王は1時間24分持っておりまして、渡辺明名人は29分となって、時間でも猶予を保ちながら堂々と最後はゆっくり読んで決めて、もうあとは美しい終了の仕方というか終わり方というかね、それを考えていたんでしょうね。いろんなこの詰まし方はいろいろあったんですが、解説者もいろんな説明しましたけど、どの解説者も言わなかった最後の手は藤井聡太曲線、藤井聡太竜王のやっぱ美学の手を打ってですね、見事美しく94手で勝利となりました。いや今今日行われたところは岐阜県の高山村です。もう多分マスコミの人がものすごい押しかけていると思います。今終わった後のすぐインタビューを今始まったところです。そしてこれから感想戦があって、また多分記者会見などもずっと今から続くと思うんですけども、まあこの一瞬、この歴史的瞬を見ることができましたね。いやすごかったですね。ちょっと72年ぐらいまでは、今回は藤井聡太竜王無理でもう一曲やらなきゃのかな、ちょっとそんなことをちらっとよぎりましたけど、いやいやさすがですね。やっぱり時間が9時間ありますから、ゆっくり考えると藤井聡太竜王が次から次へと新しい手が見えてきて湧いてくるんでしょうね。もうすごい、その藤井聡太竜王の実力がじゅっと出た一番でした。
今日は、藤井聡太竜王が史上最年少の名人、そして史上最年少の七冠を達成しました。そして藤井聡太竜王が新しく誕生しましたね。いやー、素晴らしい一日ですね。私も素晴らしい一日に記念してチャンネル登録もまたファイトを出して頑張ろうと、こいつがうわーっと内から湧いてきました。ごきげんよう。